去年は軸足の膝が割れて後ろに残りすぎていたが、今年は膝の位置が良くなっている。膝が割れると力が外側に逃げてしまう。今年の方が重心の位置が高い位置で回せている。高い方が力が逃げずに素早く回転させられる。前の足で壁を作るのがうまい。しっかり地面を踏むことで回転力を高めることができる。